見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。新型コロナウイルスの新規感染者が減り、リモート体制から出社に切り替わるなど、以前のような日常が戻りつつある。一方、アフターコロナの到来を不安視する声も上がっている。副業をする時間がなくなって収入減。関西地方の中堅広告代理店勤務、中島理沙さん、かな、30代、も、アフターコロナの日常に不安を抱える一人。コロナ禍で仕事量が減り、残業代がもらえずに生活が厳しくなりました。だから、若手社員のほとんどが、何かしらの副業をこっそりやっていたんです。お互いに大っぴらに言うことはありませんが、仕方ないよね、という暗黙の了解がある中島さん、以下同、給料と副業の収入を合わせれば、むしろ年収は少し増えた。ところが、感染者数が減り、多くの人々がコロナ前のような生活スタイルに戻りつつある中で、業務量も以前の水準に。社員たちはアフターコロナを歓迎していない。それは一見、喜ばしいことにも思えるが、これまで通り、あるいはそれ以上に仕事をしても、コロナ禍のマイナス分があるために、以前と同じような収入が保証されない。副業をする時間もなくなり、困り果てています。もっとも、中島さんの会社では基本的には、副業が禁止されていた。上司でさえいくつかの副業をして、なんとか乗り切っているような状況だったのだ。そのため、アフターコロナに関しては多くの社員が歓迎していないんだとか。仕事はすべてスマホで済んでいたのに。この一年、仕事という仕事をしていない。便利になったから、ということもあるでしょうが、決まった時刻に起きてパソコンに向かい、何時間も集中して仕事をする、ということがほとんどなくなりました。都内の流通会社で管理職を務める林田健一さん、かな、40代はコロナ禍以降、完全に自宅でのリモートワークに移行。出社は10回にも満たない。新規の案件も少なく、主な仕事といえば部下の仕事の承認や決裁のみ。部下からメールやチャットで送られてくる業務に関する連絡事項や進捗状況の確認は、すべてスマホで済んでしまうことから、パソコンを一度も開かない日も増えたと話す。